こんばんは。石川さんは女王様でございましてね、私はその忠実なるしもべでございますので、普段はなるべく講演を減らそうと思いまして、ベロボに高い講演料を要求してるんですが、今日はなんか、それとは違う講演になりそうでございまして、でも皆さん大勢お集まりいただきましたけれども、皆さんの期待に応えるような話には多分ならないと思うんですが、真島先生いらっしゃいますけど、俯瞰工学研究所ですよね。工学っていうのは、まあ、はるか昔にかすかな記憶があるというか、前世の話でございます。そうそう、2006年5月末日でソニーを辞めまして、7月11日に、土井利忠さんの生前葬を執り行ったんですよね。ご出席いただいた方が何人も来ていただいておりますけれども、ですから土井利忠さんはもう亡くなられておりまして、すごくいい人だったんですよね。皆さんが土井さんと思っておられたら、亡霊でございます。生前葬の話をすると長くなっちゃうけど、結構ちゃんと喪服を着てこいということをお願いしまして、弔辞もお願いしました。堀君も弔辞出してね、出してくれたよね。所さんとか堀君とか、くたらぎからも弔電が来たけどね。皆さんね、やっぱりソニーの人たちっていうのは遊び心が豊富でございまして、弔辞もちゃんと墨で書いてね、持ってきてくれる、もう爆笑に次ぐ爆笑でございまして、で亡くなったのが土井さんで、喪主が天下さんなのね。で喪主挨拶で、散々ソニーの悪口言いましてね、でいやこれは私の意見じゃなくて、亡くなった土井さんがこう言っておられたということで、もう散々ソニーの悪口言いまして、爆笑に次ぐ爆笑だったんですけど、で僧侶の役もやりまして、ね、在僧正の服を借りてきて、ちゃんとお経も読みまして、で亡くなった土井さんの霊に対する戒めの言葉というのを僧侶がこれも墨で書いて読み上げたんですね。何時土井利忠だった者の霊よと、生前悪行の限りを尽くして、社長命令を無視すること数知れずとかいう感じで読みました。大変楽しく、そうやってどっちかというとジョークで生きてきておりまして、したがってその工学をちょっとやってた土井さんがもうお亡くなりになってまして、その後の天下さんというのは何やってんだかようわからん人でございまして、今ご説明がございました、日本列島祈りの旅という本でございますけれども、もともとアメリカインディアンと親しくなっていきまして、でアメリカインディアンの長老から聖なるパイプをいただいてるんですよね。聖なるパイプをいただくと、アメリカインディアンの社会では長老ということになります。ですから向こうの社会に行きますと、例えば3000人ぐらいインディアンが集まるような会がございますと、私は長老の一人として朝のスピーチをしたり、パイプセレモニーをしたりするんですよね。ですからちょっと、もう日本の普通の一般常識とは全然違うところで、天下四郎というのができておりまして、でその延長上で、実は日本中に昔はアイヌが住んでいて、それを我々ヤマタ民族が虐殺して虐殺して虐殺して北海道まで追い上げていったということが分かってきました。
で、おまけにですね、虐殺された怨念を封印してるんですよね。これほとんど誰も知らない。なんでかというと、大和王朝側がそれを隠蔽してきてるわけです。ものすごい勢いで隠蔽してきてるので、誰も知らないんだけれども、怨念を封印してきてる。で、神戸とか水戸とか扉の戸がつく地名は、それが封印された土地なんだそうです。これはね、戦前まではこんなこと言うと不敬罪で捕まりますので、ものすごくその情報というのは密かに伝わってきてるんですけれども、そういうことが分かってまいりまして、で、その怨念、虐殺されて封印された怨念を解くような旅を始めてる。それがこの話でございます。で、その真言宗の僧侶とアイヌの女性長老と一緒にお祈りするんですが、たまたま一昨年2016年から始めたんですが、北海道で釈迦院っていうのがおりましてね、これは、1699年に、松前藩と戦ってて和平の縁で毒殺されてるんです。まあ大体ね、アイヌの英雄はほぼ全員騙されて毒殺されて、それでこう大和民族がはびこっていったんですけど、皆さんはびこった方ですからねそれで1699年にそういうことが起きた。でその時にアイヌを助けて何百人か救った、通訳ですね、日本人の通訳の越後正太夫というのが、まあ、そこで見せしめのために火あぶりになっているという場所がございまして、そこでお祈りをしたら、たまたま僕のパイプセレモニーの時にその2人とも登っていったんですよね。で、まあ、僕は見えませんけど、そのたくさん見える人がいまして、そういうことがございまして、まあ、その後もそういう不思議なことがどんどん、ございます。ですから、オカルトの分野で1位になりましたけれども、そういうものすごく怪しいことをやっております。これでまず僕の素性が天下四郎の素性がある程度お分かりいただけたんじゃないかと思いますけれども、どっから行こうかな。医療関係から行きますか。医療関係で無分別地医療の時代、これは今ものすごく新しい医療がどんどん起きてるんですね。で、それはホリスティック医学とか統合医療とか、いろんな呼び方がされておりますけれども、従来の西洋医学の範疇を超えた医学がものすごく盛んになってきてる。で、ところがその中でかなりインチキなマーケティングがされてるのがある、あるいは詐欺的な医療もかなりあるわけですよね。で、その辺を全部こうクリアにしていこうと。で、サイエンティフィックな説明ができないけれども、ちゃんと効果のあるまともな医療と、それからその、量子力学を謳ったインチキマーケティングをやってる医療と、その辺を全部クリアにしていこうという本でございまして、それと同時に、まあ、私が20年以上進めてきました医療改革の話も書いております。医療改革が一番長いんですね。これソニーの現役時代からずっとやっておりまして、ものすごく過激な医療改革でございまして、病院をなくすということをやっております。病院をなくす、病気になって病院に行って治してもらうんじゃなくて、一つには病気にならないようにケアすると。で、病気になって治してもらうより病気にならないようにケアしてもらった方がいいに決まってるわけで、で、それが一番目にございまして、二番目にはこれちょっとややこしい話ですけれども、まあ、今日の話の中心テーマになりますが、病気になると死と直面するので意識の変容が起きやすくなる。これ昔池見雄二郎というお医者さんが
がんの自然治癒を研究しておりまして、でがんの自然治癒というのは実存的変容が起きないと、なかなか治らないと。これはユング心理学の言葉でございますけれども、まあ意識がものすごい勢いで変容したときにがんが自然に治るということを彼は見つけております。で、まあ、意識の変容というとみんなものすごく成人になるようなイメージを持ちますけど、これはそんなことじゃなくて、もうちょっと小さなステップ、いわゆる悟りとかそういう、まあ、方向性としてはそっちの方向性なんですが、そのはるか手前の小さなステップでございます。ですから、例えばずっと良妻賢母で来た、女の人が突然若い男に来るとかね、これ実存的変容なんですよね。上手に使うと便利ですよこれ。あのじじいまた女に来るってという代わりにね、あのおじいさまは実存的変容をなさっているという具合に、使っていただければいいんじゃないかと思いますけれども、まあそういうその変容、ある心理学ではっきり分かっている変容がございます。その変容というのは死と直面すると起きやすくなる。なんでかというと、その姿形は変わりませんが、さなぎが蝶になるような変容なわけですよね。そうするとさなぎが死ぬかと思う。で、今ここにおられる方々は全員死の恐怖を抑圧して生きております。まあ、文明人の 98% ぐらいは死の恐怖を抑圧して死から目を背けて生きているわけですよね。そうすると何が起きるかというと、抑圧すると無意識レベルにモンスターができる。まあ後でちょっと説明できると思いますけれども、皆さんのお手元にモンスターの絵がございますけれども、こういうモンスターが、無意識レベルに育っておるわけでございます。で、その無意識レベルの巨大なモンスターがいると、そのさなぎが死ぬと思うとブレーキを踏むわけですよね。ですから意識の変容の方向に人間というのは必ずドライブされてるんですけれども、いざ変容しそうになるとブレーキを踏むと。これ全部無意識なんで本人は分かりません。本人は分かんないんだけど無意識的にブレーキを踏んでしまう。で、悟りの方向にこう意識がどんどん成長したいという願望というんですかね、そういうドライブは人間は誰しも持ってますので、みんなブレーキをアクセルを目いっぱい踏んでんだけれども、同時にブレーキも踏んで生きてるというのが文明人の姿でございます。で、ところが末期がんになってあと3ヶ月と言われると、本人は初めて死の恐怖が出てきたように思うんだけれども、事実はどうかというと、無意識レベルで巨大なモンスターだった死の恐怖が等身大になって目の前に現れたんですよね。で、そうするとその突破しやすくなります。これはもう心理学でちゃんと解明されておりますけれども、突破しやすくなる。だから死の恐怖を感じた瞬間に意識の変容が起きやすくなる。ですから名経営者と言われるような人たちの多くは、ものすごく重大な病気を克服した後に意識の変容を起こして名経営者になっていることが多い。ですからこれが経営にもつながってくるんですけどね、そういう現象がございます。ですからそれを、この実存的変容を医療者が密かにサポートしようじゃないか。これを表だっていうとなかなかうまくいかないんで、密かにサポートする。で、ところがそんなことをサポートしたからといって保険の点数はつきませんし、
密かにサポートするので患者にも言えない、宣伝にも使えないで、全く実利的な普通の経済的なメリットは何もないわけです。ですからそういうことをやるお医者さんというのは、まあ、ちょっと変わったお医者さんというか、お医者さん自身が意識の変容を起こしてないとできないわけですよね。ですからもうこれ22年ぐらいやっておりますけれども、わーっとこう拡大するわけにいかなくて、心あるお医者さんたちと一緒にやっておりまして、まあ、今はもうそういう制度なくしましたけれども、2014年時点で日本中の札幌から指宿まで15のクリニックが一応その方向に向かって動いてくれております。ものすごくたくさんのお医者さんに賛同いただいている、医療改革でございます。そういうちょっとややこしいことをやっておりまして、まあ、そういうことをやってるおかげさまで、まあ、毎年だいたい医学関係の学会の基調講演を3つか4つやっておりまして、今年もホリスティック医学協会、バイオレゾナンス医学会、覚醒医療ネットワークと3つ学会で基調講演やりますし、それからその他にエネルギー医学フォーラムというのの基調講演もやりますし、あとホリスティック医学協会で今無分別医療のこの本のタイトルですけれども、連続講義をやっておるところでございます。ですから結構医療関係には深く入っておりまして、そういうことをやっております。それから、まあ後で申し上げますけれども、企業経営でね、フロー経営ということを説いておりまして、これ何時までだっけ、8 7時45分、うん、こうやって喋ってるとね、本題に入る前に大体よくあるんですよ僕の場合。企業関係でフロー経営ということをまあ、見つけましてね、で同じような感覚で教育を見たときに、その僕が企業の経営で見つけたようなことが今の公教育に全く反映されてないということで、そのフローを教育の中にちゃんと取り入れましょうということで、まあこれはこれも長い話になっちゃうけれども、で本を書き始めましたら、僕の言ってる、僕が思ったようなことを主張してる教育者というのはたくさんいたんですよね。でそれが日本の教育に反映されてないということが分かりまして、でそういう教育を自由に導入できるようにしようということで、教育の完全自由化宣言という本を書きました。でこれがたまたま下村博文の目に留まりまして、彼が主として野党時代に彼のブレーンを3年ほど務めました。でまた彼が来月から新しい動きをするんで、それのブレーンも今度また呼ばれておりますけれども、彼が野党時代に書いた下村博文の教育立国論という本の制作部分はほとんど僕のレポートのコピペです。まあこれはいいんですよ、ブレーンというのはそうやって提供するわけだから黙って使っても別にいいんですけれども、でそういうことで彼が文部科学大臣になっちゃったので、一応その政策を実行しようとあがいたんですが、なかなかうまくいきませんでしたね。自民党の中に反対意見がものすごく強くて、既存の教育をなんていうんですか、を守ろうとする勢力がものすごくありまして、下村博文が動いて、で彼の後に文科大臣になった長谷というのが
一応法案を提出したんですけれども、それが袋叩きになって、結局その、不登校児をサポートするような法案にこうものすごく小さくなって通りましたけどね、まあ、そんなことで教育改革ということも結構やっておりまして、これもさっきのモンスターズでいうと、基本的にこのモンスターたちがおとなしくなるような教育ということを目指しておったわけでございます。それからその教育の元になっておりました、その思想の元になったフロー経営ということですけれども、まあお手元のパンフレットの左下にもありますけれども、漫画が一冊で、これは経営の方がいっぱい書いておりまして、人間性経営学シリーズというシリーズで書いておりますけれども、そのシリーズと別に、漫画が一冊ございます。何か読むんだったらこの漫画がおすすめです。読みやすい。あとの本は七面倒くさくて眠くなります。それからもう一つは、ホワイト企業大賞というのをやっておりまして、それの第1回の受賞された、熱トヨタ南国という、これ経営の分野ではものすごく有名な会社でございますけれども、そこの横田秀樹という創業者が実は私のやっております経営塾に一塾生として来てくれて、それから彼の講座を今でもやっております。でその講座の様子を書いた、教えないから人が育つ横田秀樹のリーダー学っていう本も結構これもよく売れております。それからホワイト企業という言葉を作ったのが、未来工業と、これも経営の分野でものすごく有名ですけれども、山田昭夫という、これ亡くなっちゃったんですけどね、彼も呼んで天下塾の中で講座を持ってもらっております。3年間講座を持ってもらったんです。それの内容を書いた本もございます。で、それからさっき石川さんからちょっと出ておりました、幸福学と経営学、これは今ホワイト企業大賞というのをやっておりまして、それの、ホワイト企業大賞企画委員の3人で書いております。で企画委員の中に慶応大学の前野先生という、幸福学の、まあ、日本の権威みたいな人がおりまして、これ堀君覚えてるかな、この前野先生というのはロボットやってたんだよね。あ、そうだ、堀君は分かんねえや、ニュースだもんな、なんか俺もいろいろ混乱してるけど今日ロボット関係はあまり来てないかな。あ、ロボット関係あまり来てないね。当時インテリジェンスダイナミクスセミナーって1000人ぐらい集めたセミナーやってまして、私が最後にやっておりましたインテリジェンスダイナミクス研究所というのは、脳科学とそれから人工知能を統合した学問なんですけどね、それを提唱して、そのシンポジウムを毎年1000人ぐらい集めてやっておった。で日本中の脳科学者とかロボット研究者とか集めて、やっておりましたけど、その時の一人なんですね、前野先生。で彼はロボットの研究から脳科学の研究に入っていって、それから幸福学の研究に、突然転身しております。でたまたま十何年ぶりに、彼とお会いしまして、でホワイト企業大賞の企画委員に今就任していただいております。で幸福学と経営学という全然ジャンルの違う学問を2つ統合していこうということで、これも経営関係でございます。でなんで経営に入っていったかというと、どっちかというと、
前世の土井さんは技術屋でございまして、経営とかそういうことと全く縁がない立場におったわけですけれども、たまたま2003年の4月にもう皆さんあんまり記憶がないかもしれませんが、ソニーショックというのがございました。ソニーの株が暴落しまして、それにつられて日本中の株が暴落してしまった。でそこからソニーの凋落が始まったんですけれども、ごく最近まで、それが続いておりましたけれども、その2年ぐらい前からソニーの中は今日たくさん OB が来ておられますけれども、相当ひどい状態になってた。うつ病がものすごい勢いで増えまして、まあ、かなりひどい状態になってた。で、まあ僕らは一体何が起きたのか全く分からなかったんですよね。で我々はそのずっとこう上り調子のソニーで過ごしてきておりまして、まあ、エンジニアが一生懸命夢中になって働いて、いろいろ革新的なことを実現していく会社だったわけですけれども、それがある時点から急激に中の雰囲気が悪くなってきた。何が起きたんだろうと、一生懸命考えても分かりませんで、そのうちに畜生と未廃という心理学者が提唱するフロー理論でそれが読み解けるっていうのが分かってきたんですよね。フローっていうのは何かというと、フローっていうのは流れというフローですけれども、何かに夢中になって取り組んでると、奇跡が起きると、スポーツの方ではゾーンって言いますね。同じことです。少し期間の短い長いはございますけれども、このスポーツで言ってるゾーンというのとフローっていうのは同じ現象です。でスポーツの世界でも練習でもできなかったようなプレーをして、強敵に勝つようなことがございますけど、それをゾーンと言ってるんですね。でフローというのもそれと同じで、まあ、フローの場合はそれが1年ぐらい続いたりするわけでございますけれども、まあ堀君たちとやったニュースなんかも、まさにそのフローに入って、まああれもひどかったよね。普通は100人ぐらいで2年ぐらいかけるようなプロジェクトを11人で半年でやったんだよね。とんでもない上司がいたんですね。とんでもない上司がいて、でもね、とんでもない部下たちだったんだよね。っていうのは僕の指示と違うことを始めたわけ。何かというと、当時ユニックスという OS が盛んだったんですけれども、そのユニックスという OS はもともと AT&T でできたんですけれども、まあ、ビル・ジョイというスタンフォードじゃないや、バークレーだ、バークレーの学生、大学院の学生が一人で書いたような OS が、まあ、当時インターネットを取り入れてすごい人気が出てたわけです。でビル・ジョイがサンという会社を作って、それがすごい勢いで伸び始めた頃だったんですね。でところがAT&T はまあ、それまではコンピュータービジネス禁止されてたんだけれども、それが解禁されて、そんなに人気のある OS だったら俺のところでちゃんとやろうということで、AT&T がシステム5という、まあ、がっちりその、品質管理をした OS を売り出してた頃で、僕は、まあ、事業本部の方が、どっちかっていうと周回遅れの世界で最後の8ビットコンピューターとかね、
平山はやったんじゃないかね。ね、最後の8ビットコンピューター、世の中からだいたい1周遅れたコンピューター出してたんで、で16ビットから32ビットになるときに、世の中に先駆けて32ビットコンピューターをやろうということで11人で始めて、で先駆けてやんなきゃいけないからそんな2年も待てないわけない。あ、当時ね、そういえば通産省が当時の通産省がものすごく旗振って国家プロジェクトでシグマプロジェクトっていうのをやってたんだよね。で僕らはそれに逆らったことになるんだけれども、ともかく早くやんなきゃいけない、だからともかく半年で作ろうということで、むちゃくちゃなことを言った。でもその、僕はだから事業部で使うような、コンピューターだからシステム5を念頭に置いてそういうプロジェクトを起こしたんだけれども、エンジニアたちはそのあんなの嫌だと。システム5はその当時はインターネットができなかったんだよね。でインターネットの重要性に気づいてる人がほとんどいなかった。でエンジニアたちはもちろんそれ毎日使ってますから重要性に気づいてて、バークレーじゃなきゃ嫌だということで、はっきり言えば上司に逆らったわけです。でもその後通産省との大バトルがあったんだけどね、その大バトルの時に通産省側がシステム5を担いで、で僕らがバークレーを担いで戦ったんだけど、それと逆の構図がその時僕とエンジニアの上にあった。僕がシステム5を押しててエンジニアがバークレーを押してた。でいろいろ聞いてみるとそれはそうだなっていうところがあったので、じゃあこれはそのバークレー積んだら事業部は絶対受け取らないなっていうのは分かってたんだけれども、でバークレーで行きましょうということにして、でその代わり半年でやれと。これもひどい上司だよね。今働き方改革から僕がやってたのはね、大体ひどいんですよ。だってニュースの時だって大体みんな泊まり込んでたよな。だから3ヶ月ぐらい家に帰らないとかね、みんなタイムカードをしてまた職場に戻るような生活をしてましたんで、もうサービス残業の塊みたい、今捕まるかな今。でもとんでもないこと。でも要するにみんな夢中になって仕事してる時には誰も体壊さないよね。どんな時間がたくさん働こうが誰も体壊さない。要するに仕事 したくてしたくてしょうがないわけだからね。それがフローなんですけれども、それでバークレーでいいよと、でその代わりに半年でやってよということで、結局普通、今パソコンなんか全部その CPU から周辺チップから供給されますけれども、そうじゃなくてちゃんとアーキテクチャ設計するときには LSI を起こさなきゃいけない。でもその LSI を起こしてたらそれだけで1年かかるんで半年はできないわけですよね。それで苦肉の策として、当時32ビットのコンピューターで CPU で結構能力が上がってきたから、その周辺チップの代わりに CPU をもう一個置いちゃえというとんでもないアーキテクチャを、あれ誰が考えた、堀君が考えたのかな、とんでもないアーキテクチャで、でもそれをその提案した時には CPU の値段がべらぼうに高くてね、もうクレイジーなアーキテクチャだったわけで、実際商品出す時には CPU の値段が下がってリーズナブルになったけど、それでも LSI を起こすのに比べたら結構高い、だから誰もそんなのやらないんだけれども、LSI を起こしてる時間がないということでデュアル CPU ということでやっちゃったわけで、当然これはむちゃくちゃ早く開発できたわけですよね。だから当時みんな32ビット狙ってまして、僕らはそれでその事業部に、事業部が全く受け取ってくれないもんだから社内ベンチャーでやろうと、11人のエンジニアと秘書さんと僕がいるだけで営業ゼロという感じで、商売始めたわけですけど、売れっこないからこれはしょうがないなと思って、僕は最初にだから3とね
それから当時スティーブ・ジョブスがネクストという会社を作ってたんだね。最初にその2つの会社に売り込みに行ったんだよね。売り込みに行ったで、サンに行って説明して、翌日そのネクストに行って、スティーブ・ジョブスにそれを説明したんだけれども、もうサンに行ったことは全部バレてたね。だから向こうの会社でね、秘密はないですよ。エンジニア同士は全部相当詳しい議論の内容まで全部ネクストの連中は知ってました。でスティーブ・ジョブスが悔しそうな顔してたけどね、彼が実際にそのネクストというコンピューターを売り出したの、それから1年以上はだいぶ、だからうちの方が早かった。でスティーブ・ジョブスはものすごく悔しそうな顔したけれども、昔からよく知ってたわけですよ。スティーブ・ジョブスがまだ10代でジーパン履いて T シャツ着てうろうろソニーに来てた頃から僕はよく知ってたから、こっちの方がちょっとお兄さんだからね、で売り込みに行ったら、ドクター・ドイ、お前は俺にコンピューターを売ろうとするのかって言ってもうでもその時彼は結構真っ青だったですけどね、そんなこともございまして、でそのフローに入ってニューズがものすごく売れまして、で通産省のシグマプロジェクトをぶっ潰したんですよね。ぶっ潰した。だから向こうは250億の予算で、で日本中のコンピューター会社を巻き込んで、やってた。でこっちは11人で、その最初のロットの部品代まで含めて僕は4億円しか使ってない。それで粉砕しちゃったんですよ。で粉砕した後、通産省の、トップかな、大臣じゃないけれどもそのお役人のトップの人が大賀社長のとこに来て、土井というのはけしからんと、国家プロジェクトに逆らったと言って、あその前にね、そのシガマープロジェクトがダメだという話を書いた日経の記者が飛ばされてたんだよね飛ばされてた。でその後に今度はソニーに来て土井を飛ばそうとして、役人が来たわけで、でもその時にね、これは後から聞いたんで本当かどうか知らないけれども、大賀さんは要するに土井のおかげでシグマが潰れてとんでもないことだ、国家プロジェクトに逆らってどうのこうの、通産省の局長だね、局長が来てわーわー言った時に、大賀さんが何と言ったかというと、これ本人に聞いたんでね、本当にそう言ったかどうか分かりませんけど、土井君っていうのはそんな偉いのかって言ってでもその辺がね、昔のソニーの偉いところで、局長が来ても大賀さんはびくともしなかったね。だから僕はジョークとしてそれを大賀さんから聞いたけれども、別にクビにならずに済みました。これがフローなんで、だから11人で日本中のコンピューター屋さんを巻き込んだプロジェクトに勝てるんですよ。そういう奇跡が起きる。これはコンパクトディスクの時もそうだし、iVo の時もそうだし、そういうことが何度も何度も起きました。でそういうフローという現象がございまして、それを経験してきてるわけですよね。で考えてみると、ソニーという会社はこのフローを中心に成長してきた会社であるというのが分かったわけです。で、それで筑前富美杯の本をいっぱいいっぱい読んでたわけです。これでそのソニーがおかしくなった原因が分かるかな。これが今の僕の話は2003年のソニーショックの2年ぐらい前の話ですね。ようやくフローという現象がつかめて、で僕らがやってきたのは、なんだフローというんじゃないか、筑前富美杯のフロー理論で全部読み解けるという話が分かりまして、そうしたらね、
その後もむちゃくちゃぶつかる井出井 CEO というのがいました、まあね、もう日経なんだっけ、日経ビジネスだっけ、あの日経ビジネスオンラインでいっぱい書いちゃったからもう堂々と言ってますけどその後もうあのロボットのところではね、今日もロボットまで話がいかないかもしれないけど、ロボットのところではあのまあメール合戦をしたほど町長橋とものすごい大喧嘩をしたんですけれども、その頃もあんまり仲良くなかったんだけれども、あのテッドコンフェレンスっていうのがあると、もう大体みんな知ってるよね。今テッド X って言ってあちこちでやってるけど、その当時はモンタレーで、カリフォルニア州のモンタレーで一箇所だけでやってた。でこれはテッドコンフェレンスが始まった時に、森田明夫なんかが手伝ってるんですよね。だからソニーはあのずっと AV 関係をサポートしてたし、それからあの役員クラスが送ってたわけです。でその前の役員が退任しちゃったんで、その井出井 CEO はね、お前暇そうだな、テッドコンフェレンス行ってこいというこのご命令が来たわけです。であのさっきの生前葬の話じゃないけど、その社長命令は全部僕はあの断りますからね、嫌だとそんな暇じゃねえんだと。あのちょうどあのその時あのソニーインテリジェンスダイナミクス、さっきちょっと言ったその、人工知能と脳科学をその統合した学問をやる研究所の設立準備に入ってたんで、まあ、事実あんまり暇じゃなかったね。で何度も何度も行け嫌だ行け嫌だっていうやり取りがあった後、ひょいっとプログラムを見たら、そのテッドコンフェレンスで筑前とミハイが講演する。わあこれはすげえなと。あのこういうのを教示性という言うんですけどね、要するに筑前とミハイがソニー凋落の大元のあのフロー理論でそれが読み解けるっていうのをあの分かったわけですけれども、その筑前とミハイのことを一生懸命あの勉強して本を全部集めて読んでたら、筑前とミハイの講演にたまたま僕は堂々と会社の金で行けることに なってたわけ でちょうどその時にね、今日持ってきてないけれども、あのこれもすげえ怪しい本だよ、運命の法則という本を書いてた。あのこれもベストセラーになりましたけどね、運命の法則という本を書いてまして、であのその第1章に教示性のことを書いてたのね。教示性を発見したらそれに乗ってけというふうなことを書いてる。それが運に乗る一つのポイントだよということを書いてる。でその時にこのテッドコンフェレンスで筑前とミハイが講演するということが分かりましてね、これはあの書いた通りじゃねえかと。であの乗るというのはどういうことかというと、単に聞きに行くんじゃなくてもう一歩進めるということなんです。で筑前とミハイと昼飯の約束を取り付けました。これ全然知らない人だからね、ものすごく大変でね、ハワード・ガードナーという教育学者に間を取り持ってもらって、ようやくあの昼飯の約束が取り付けたのね。そしたらやっこさん天ぷらが食いてえと言い上がって、でモンタレーというところはこれ皆さんご存知かもしれませんが、あのゴルフ場でも有名だけれども、昔ニューエイジのメッカなんですね。スティーブ・ジョブズが通ってたサンフランシスコ禅センターの、座禅堂があります、修行場があります。それからエサレン研究所というそれこそニューエイジ関係のいろんなことが全部そこで起きたというふうな研究所がある、そういう町で、まあ、あの日本料理店もいっぱいあるわけよね。で海辺の町だから天ぷらはすごくおいしい。でもそのうちにだんだん天ぷらが喉を通らなくなってきましてね、なんでかというとこの本、
いや僕は大体あれですよ、その、陰謀を持って行動しますからね。だからその時に筑前とミハイに会いに行った時に、この運命の法則の中心に彼との対話を据えようとしてたのね。要するにフローに入ると運が良くなる。これはね、CD の時もニューズの時もアイボの時も、あのものすごくそれを経験してるわけです。あのどうしても必要な人にぴったりのタイミングで会うとかね、まあ、CD の時はそのぴったりのタイミングで部品が発売になるとか、そういう信じられないぐらいの運の良さが起きるんですよ、フローをやってると。でそれをね、筑前とミハイの口から言わせようと。で彼がそれを言ってくれたらこの本のハイライトになる予定だったのね。それでそのすげえ勢いで迫ったわけですよ。もうお前さんのあのフロー理論でね、いや俺がやってきた CD とかね、ニューズとかアイボとか全部説明できると。であのすごい成果を上げることができたけれども、フローに入ると運が良くなるよねということを、まあ、彼がイエスと言ったらそこですかさず書こうと思って出かけたわけですよね。でところがなかなか言わない。確かにフローに入るとマインドがオープンになるから運が良くなったような気になるかもしれないねとかね、いやそうじゃなくて本当に絶対運が良くなる、どう考えても統計的に考えても運が良くなるんだ、いやそれは俺には言えないよ、俺はね学者なんだって。で合理的な範囲内でしかね言えないんだと。そんなことを俺が言ったら俺は学者クビになると、とまで言いやがってね、こんちくしょうと思ったけどね。で結局だからこの本はね、それが書けなかったんですよ。書けなかったけども、あのベストセラーになりましたけど、でもその後にね何言い出したかというと、あんたとここで会うのはものすごい共時性を感じるって言ったんだよね、シンクロニシティで。またこんちくしょうと思ってね、こう共時性って全然合理的じゃないわけよ、お前今合理的な範囲でしか言えないと言ったばっかりに共時性なんて言いやがって。まあユング派なんでね、共時性はいいみたいな。でこんちくしょうと思ったらそれは言わなかったけどね。それで確かにでなんで彼が共時性と言ったかというと、彼のプレゼンの最初のパワポがソニーの設立主義者だったのね。自由闊達にして愉快なる自由工場の設立っていうのが英語で出てきました。これがフローに入るコツだよという言いやがってね。これは頭くるよね。っていうのはもうその時点で、ソニーがなんでダメになったかというと、アメリカ流の合理主義経営を入れて、その成果主義を入れてね、でジャック・ウェルチを追っかけちゃって、それでそういうことをやるとフロー経営が破壊されるっていうのはもう筑前とミハイの理論そのままなんだよね。だ要するにアメリカ流の合理主義経営を入れておかしくなってるにもかかわらず、そのアメリカ流合理主義経営の、輸出元のアメリカでアメリカ人がアメリカ人相手にそれと正反対のフロー経営を説いてて、そのお手本が創業期のソニーだと言いやがったのね。これ頭くるよ。で頭きた結果この本が半分経営の本話になっちゃったのね。出版社の社長怒ったけどね、これだから女性向きに書いてくれって言われてた本だから出版社の社長怒ったけれども、でもまあおかげさまでこれもベストセラーになって、でもこの本が出たら今度は日本合理化協会っていうところが経営塾やってくれって言ってきたのね。経営塾やってくれって、で嫌だよって、俺まだ現役ですよ、僕は結構ちゃんと仕事してた頃のね
まあ仕事してたかな経営塾やってくれて、そんなの嫌だと。まだ現役の上席常務でね、そんなよその会社の経営塾の塾長なんかやれないよと言ってたんで、大体お前のところの会社名が気に食わないと、合理化って俺が一番嫌いな言葉で言ってずっと断ってたんだけれども、そしたらその担当の常務さんが実は中村天風を発掘した人だったのね。で、中村天風の本を、こんな厚い本を3冊くれましてね、みんな1万円ぐらいので、1万円ぐらいの本が1万部ずつ売れてるって言うんだよね。それで、あなたのそのセミナーをやって、あなたの本も出したいって言うので、欲に駆られて OK したんですそしたら結構それが評判呼びまして、日本能率協会とか、それから神田正則って、このメンバー知らないかな、結構有名なマーケティングのコンサルタントがいます。彼の会社でもやってくれという話になって、それでその当時アルマック、今会社の名前変わってますけど、当時アルマックという会社で、天下塾をやったわけです。でそこにサッカーの岡田武史が来たんだよね。これは多分招待したんだと思う。それでまあびっちり6ヶ月間学んで、その当時岡田武史が浪人中だったんだけれども、それが7月頃に終わって11月か12月に日本代表監督になっちゃったのね。それでこのフロー経営をやり始めたわけですよ。彼はそれまでは管理型の経営をしてたわけです。で、管理型の経営でコンサドーレ札幌を J2 から J1 に1年で上げて、でその後横浜 F マリノスに来て2年連続優勝した。でも要するに管理型経営の限界みたいなのをよく分かってたんですよね。で一生懸命いろんな突破口を探してた。中国憲法をやったり座禅をやったり、まあいろんなことをやってたうちの一つに天下塾があったわけだ。で結構彼はハマりましてね。なんでハマったかというと、まあ、たまたまその前にインテリジェンスダイナミクス研究所で脳科学をやってたもんだから、スポーツというのは大脳新皮質で計算したらできないということを最初にお話したんですよ。これみんな知らないでしょ大体。これは簡単な計算でね、大脳新皮質っていうのは6層の皮質なんですけれども、で第4層のインプットが入ってわーっといって、だいたい第6層から出てくるのかな、そんな感じの6層の計算をしている。でその6層の皮質が、例えば視覚であると、視覚第1や第2や第3や第4や VT や IT やという、またその6層が6つぐらいこう積み重なって、それでいろんな処理をして連合屋にこう来るわけです。でそれで1回の処理に5ミリセックかかるんだよね。でそれを計算していくと、ボールが通り過ぎても計算終わらない。だからキャッチボールもバッティングも絶対できっこない。でその話を、まあ、たまたまコンピューターサイエンス研究所にいた茂木健志郎にしたら、あいつ知らなかったねだから脳科学者も知らねえ話なわけ。もう単純な計算 で出るわけよ。でその話から入ったわけで、だからスポーツというのは新皮質を使わないで、新皮質の働きを弱めて古い脳でやらないとできないんだっていう話をしたわけね。それから同じようにフローに入るときには新皮質がちょっと弱まってないとうまくいかないと。これは筑前富ハイも見つけてますけどね。だからその辺が全部同じ話だよっていうところから入ったもんだから、岡田武史は
もうどっちかというと虜になってね。で日本代表監督になって新聞見てたら、選手に脳科学の話をして顰蹙を買ったって。全部悪いの俺なんだよね。それで日本代表監督になってそのフロー経営一生懸命やるわけですよ。でも成績が悪くって、2010年ヨーロッパに行く直前までむちゃくちゃ叩かれましたよね。彼はむちゃくちゃ叩かれた。で僕も一緒に叩かれました。要するに天下四郎なんかについなんていう怪しいのについていろいろやるもんだからおかしいんだって言って結構僕も一緒に週刊誌で叩かれました。まあ僕は叩かれてもへでもないけれどもね、何の痛みもなかったですけれども、岡田武は散々叩かれで新聞記者が来るわけですよ。でどうも様子がおかしいなと思って岡田武に連絡すると、いや記者は俺の天敵だなんていう、そういう要するに彼を敵視してる記者がどんどん僕のところにも来て、で僕の悪口も書いてましたね。でところが岡田武は結果を出したわけです。その前の親善試合からね、ヨーロッパ行ってからの親善試合から結果を出した。でワールドカップではベスト16に入って、おまけに4試合全部選手がフローに入ってました。でそこからこう手のひら返すように、今度はいい記事ばっかり出まして、その時は僕のことも毎週週刊誌で取り上げられてましたね。最後は女性自身が来たね。でそこから天下塾はものすごく人気が出て、前までもおかげさまで繁盛してますけれども、でその後ホワイト企業大賞というのをその延長上でやったんですね。これはさっき申し上げた山田昭夫というのがホワイト企業ということを言い出して、僕が山田昭夫の本を書いた時に、日本一労働時間が短い超ホワイト企業は利益率業界一というタイトルにしたもんだから、山田昭夫が亡くなった後のFM 東京の番組に追悼番組に呼ばれたんですよね。でその時にその番組の冒頭にブラック企業大賞というのがありまして、まあ結構いろんな会社が挙げられてましたけどね、よく知ってる会社が挙げられてましたけれども、でその時に僕は初めてブラック企業大賞というのを、知ったわけです。でもこれはね、その時ね番組でいろいろペラペラ喋りながら思ってたんだけれども、おめでとうございます、お宅の会社がブラック企業大賞を受賞されました。受賞式って誰も来ないよね。だからそんなんじゃつまんないんじゃないかと言って、番組が終わる頃にホワイト企業大賞というのをやろうという決心をして、それで石川さんともう一人大前みどりというのを二人呼んで、ホワイト企業大賞をやるからと言ってまた石川さんを忙しくさせちゃったんだ。でそれの、今年がもう5年目ですけれども、その募集が始まったの、もう始まったの、もう始まっておりまして、まあすごい勢いでそれも無事でやってます。それで本題に入んなきゃいけないんだよね。でももうあんまり時間もねえんだよね。で基本的にだから今僕がずっとやってることはこのモンスター像をちょっと見ていただきますと、これはこのモンスター像というのは表現は僕独自ですけれども基本的には古典的な深層心理学で、もう言われてることだけが書いてあります。
ですからフロイト・ユング、オットー・ラングってフロイトの弟子がいますけれども、そのあたりの説が書いてあります。ただしモンスターという呼び方は僕が勝手につけているのと、無意識層をモンスター層と聖なる層と分けているのは、これは僕の独自の分け方です。でも内容自体は普通の深層心理学、逆に言うと最新のトランスパーソナル心理学とかゲシュタルト心理学とかは入ってません。だから古典的な話しか書いてない。で、何が言いたいかというと、例えばフロー経営をしましょうね、全部任せて担当者が勝手にいろいろ走り出すとみんなフローに入りますよと、奇跡が起きますよ、できないのね経営者が。まあ、岡田武史みたいにたまたまできちゃうのもいるんだけれども、できないわけで、なんでできないのかなと思ったら、だんだん分かってきたのは、経営者というのは普通の人よりも、例えば主婦に比べたら葛藤が強いんですよ。葛藤が強い。で、その葛藤のエネルギー、ここで言うとこのモンスターのエネルギーで経営してるっていうのが分かってきました。で、あ、そう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 、これ言っちゃまずいかもしれないけどね、昔ね、日電が三田にビル建てたでしょ。一番上に社長がいるんだよね。それから偉い順番にこうフロアが下がってくる。で、僕は日電に親友がいるんだけれども、昔バンド一緒にやってたやつがいるんだけど、いやー、うちの会社ね、エレベーター乗ってるとフロア上に行くほど人相悪いね。要するに葛藤の強いのがのし上がってくんだよ、今の社会は。というのは葛藤のエネルギーだからね。それはボクシングでよくハングリー精神っていうでしょ。これ葛藤のエネルギーが強いほどボクシングが強いわけ。それを戦いのエネルギーに昇華してのし上がってる。だから僕は国会議員のブレーンを2人やったけれども、まあ、国会議員はみんな葛藤が強いよね。で、霞が関のお偉いさんも大体葛藤が強い。まあ今いろいろぐちゃぐちゃやってるからよくわかりますよね。だから社会の上層部は葛藤が強い人がいるわけですよ。そういう社会構造になってるし、これが今の社会を推進するパワーになってるのね。葛藤のエネルギーでみんな頑張って頑張って頑張って、自分ものし上がるし、それから経済も押し上げてると、そういう構造になってるというのがだんだん分かってまいりまして、で、前はだからフロー経営の理論的なことをいろいろご説明してたんだけれども、それを今は天下中では全くやらずに、経営者の葛藤を解消するようなワークだけをやってます。ですからサイコセラピーのワークとほとんど同じようなことだけをやっております。で、どういうことかというと、葛藤のエネルギーが強いと、自分が先頭に立って戦ってないと精神が不安定になっちゃうね。だから任せようとしてもなかなか任せられない。任せたつもりでも実は任せてないわけよね。信頼してないから。それだとうまくいかないということで、その葛藤の解消が進んで、その下にいわゆる仏性とか神話と書いてありますけれども、これはユングが発見してますけどね。フロイトが無意識層というのは性欲しかねえよということで、性欲一元説で深層心理学を開拓しましたけれども、ユングはそのもっと奥深く神々の方が眠ってるよということを発見している。これは、仏教でいう仏性とかヒンズー教でいう神話というのと同じことをユングは発見している。で、モンスターのエネルギーが少しおとなしくなって、
その真我のエネルギーが使えるようになると、この不老経営ができるということが分かってまいりました。でそれが統合ということなんだよね。逆に言うと我々はみんな分離してると。分離から統合へ向かうというのが一つのテーマであって、で私が見えない、はい、私がやってるその教育改革であるとか医療改革であるとか経営改革であるとか祈りの旅、これ全部分離から統合に向かってると。同じ一つのことをやってるというのはごく最近分かってきました。でなんで祈りの旅が統合なんだということなんですけれども、結局その自爆霊というのは何かというと、自爆霊というのがその分離の象徴なんですよね。これが何で分かってきたかというと、まあ長年医療改革やってますので、まあいろいろな怪しげなお医者さんの友達が多いんだけれども、一人の女医さんが、まあ、僕ら彼女を死神と呼んでるんですけどね、要するにもう当然死ぬべき時期が来てて、医学的にも、から本人の、パターンから言っても死ぬべき時期になっても死ねない患者がいると。でよく聞いてみると、まあアンフィニッシュドワークっていうんですけど、心残りがあると死ねないと。でそれをそのサイコセラピーのワークで心残りをふっとこう外してやるとコロッと死ぬよと。でこれね家族に内緒でやんなきゃいけないねいうことを発見した人がいまして、要するにこのモンスターが残ってると死ねないと。でその前に医療関係でね、吉福真一というこれ亡くなっちゃいましたけれども伝説のセラピストと呼ばれた人を呼んで医療者の意識のトレーニングをずっとやってきたのね。で吉福真一が死というのは究極の癒しだよとずっと言ってた。それが何だか分からなかった。でもその死神のお医者さんの話を聞いてようやく分かった。まあ大体我々は分離して分離して分離して生きていって、その葛藤のエネルギーを使ってんだけれども、死ぬ直前に統合するんですよね。死ぬ直前に統合して死んでいくというのが分かりました、そのお医者さんの話で。でところがそれは自然死の場合だけれども、ところが虐殺されたり交通事故だったりいきなり死んじゃうと統合する暇がない、なくて、死んじゃうと。でそうするとその葛藤のエネルギーが肉体を失った後残ってしまうと。それが多分自爆霊だろうということが分かってきまして、結局この祈りの旅で僕がやってることは死者の統合であるし、それから医療改革とか教育改革とか経営改革とかでやってるのは生きてる人の統合のお手伝いをしてるということで、なんとなく自分の人生がものすごくはっきり見えてきたと。本題に行けましたということで、なんとか本題をちょっとかなりはしょって喋ったけどね、なんとか喋ったところでちょっとその、質疑応答に入りたいと思います。ご質問が、
というのは佐藤と申します。貴重なお話を大変ありがとうございました、はい、そこまで先生のところで見えてきている段階なのに、我々その凡人の世界、特に経営の世界あたりが、はい、ほとんど自爆霊と怨念でぐちゃぐちゃになっているような、はいはい、みんな自爆霊が経営してるんですね。 なぜその改革できないのか、あるいはその少しでもその統合に向かって、はい、でちょっとでも動いてくれるだけでも状況変わると思いますので、はい、何をアクションとして取ると少しでもいい方にいくのか、いい質問、ヒントを頂戴できるわけです。いい質問ですね。そういう方は天下塾にいらっしゃるありがとうございます。大変貴重なのにありがとうございました。質問はないんです、うん、お聞きしているとなんか納得しちゃって、うん、何のクエスチョンも最初の絶望的変容っていうのがあったんですけど、実は私はですね10年くらい前にその硬膜下出血で中央高速で気を失って、ね、で2日くらい後に東大 の脳外科の病室でですね、目が覚めたんですね。あ、それからすごく変わったなっていう、あーはーはー気がしますね、そういう意味でそれからですね、だから明日目が覚めないことがあるんだって自然に受け入れ、あーはーはー、それからもう一度人生やってもこの人生でいいやと、本当にそう思うようになってですね、体験的になんかそのやっぱ血の、まあ、半分死んでるわけですよね。使うのは、まあ、意識がないわけですからね。実はそれもです。でも納得と、いうことと、フローっていうのも昔からですね、こうのめり込むように仕事しなきゃダメよねと言って、僕自身もですね、大学の3年生の時にですね、日立の中堅に行ってポートランの勉強したんですね。気がつくと周りが暗いんですよね、うん、要するにそれ、まあ面白いっていうよりともかくもう夢中でやってるわけですよね、プログラムね。で目を上げると暗いというんで、まあ3週間で完全にマスターポートランをね、できたなっていうのも体験がありましてですね、なんかいろいろお聞きしてるとね、なんか納得しちゃって質問がないということでですね、ぜひ先生の塾にですね今度出させていただいて、まだまだモンスターも残っているところもあると思うんですね。はい、でやっぱり最近そのフローになるのがですね、少しお酒を飲んでフローにするっていう悪い癖がついちゃったんで、それでもねちょっとのワイン飲んで最初にある瞬間にすごくいろんなワインで急に湧いてくるというのがあるんですね。うん、そのあるところ、やっぱりそれは一つのこの上にかぶさっているものが取れる。基本的にフローに入るっていうのはこの心皮質の働きが少し弱まって、ね、古いのが活性化した状態でフローに入りますから、お酒もいいんじゃないかと思いますけどね。それともうちょっと最近、私の先輩がですね、右脳の関係ってやってるんですよね。その時から分かったんですけども、やっぱり剣豪と呼ばれた無双剣とか、その宮本武蔵とかというレベルの人は、大脳皮使ってないんですよね。はいはい、要するに、ね、下手すると10ミリセックを送るのか、理論で調べてみると、数ミリセックかかっちゃってますから、はいはい、そういう人が、達人ってやると、それはもうバッサバッサ切られちゃうんですね。もう、つついていってませんから、10ミリセック送っちゃってるから、もうほとんど、というね、無双剣っていうのはね、山岡鉄舟なんか、それを話を聞くとね、なんか全部今までのことがいろいろ、なんか分かった気がしてですね、すっきりしました。それからもうモントレーもね、僕何度か行って、水族館もあるじゃないですか。はいはいはい。キャナリーロードとかね、はい、他にもうイワシがいなくなったとかね、はい、なんかそこもすごく、ある意味じゃすごい聖地みたいなところ、私も何度か、はい、行きましたけどね。ということで、質問じゃないです。すみません、コメントです。はい、ありがとうございました。貴重なお話をどうもありがとうございます。フローのことはよく知らなかったので、フローに入るってお風呂に入ることかなって、そんなことに聞かせていただいて
ただいたんですけど、すいません、冗談はさておき、自爆霊の鎮魂的なお話をされたと思うんですけど、はい、日本って昔からの万葉集の時代は晩歌っていうことで死者を慰める歌ですとか、はい、あと能の無限能の世界、まあ、幽霊が出てきて、はい、その幽霊が生きてた時に、はい、思い残したことをこう発散して救われていくみたいな、はい、そういう鎮魂の芸術みたいなのが日本古来からあると思うんですけれども、はい、その実際に先生がその場に旅をして鎮魂されるっていうのは具体的にどのようなことをされ、ちょっと私も真似したいかなと思うので、あ、はい、教えていただきたい。これはね、なんていうんですかね、僕も自分でびっくりしたんだけどね、その一昨年釈迦院とか一五章太夫が上がってった時に、お師匠さんから聖なるパイプをいただいた時に、このパイプを持って祈ると祈った言葉は全部現実化すると。でもその要するに祈りが現実化するというのはものすごく危険なことなんで、パイプを持った時には感謝の言葉以外は口にするなという指導を受けてるわけだから、ちょっとこれはね、あんまり簡単にお伝えできるような話じゃないと思うんですよね。私も横島の心のまだ分かりません。修行をしてからして、そうですね、また来年もやりますんで祈りの旅に来てください。はい、あ、それで、あ、そうだそうだ、クラウドファンディング、祈りの旅というのは、まあものすごい封印された場所がたくさんあって、これ多分例えば大和民族とアイヌと戦った時にアイヌが成仏してまた生まれ変わることを防ぐために封印して封印して残しちゃうと、そうするとだん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 アイヌが滅びていくというすごい長期的な戦略があったんじゃないか。で、多分それには空海が一枚噛んでると、これはチャネリングでね、空海がその封印の技法を教えたのは空海だっていうチャネリングが来てます。チャネリングっていうとまたみんなギョッとするかもしれないよろしいですか。はい、はい、です。昔から取材でお世話になってますけど、全部は聞いてなかったんですけども、土井さんがいろいろやれてることは僕とても腑に落ちて、僕も老後を見習おうと思いましたけども、具体的にちょっとロボットの話はあまりされなかったんですけどね、はいはい、さっきアイボが今日なんかね、野村さん以外ロボット関係者はほとんどいないんで、ニュースの話、ニュースは結構来てる。なんであれ辞めたんだって僕は、どうせあれ辞めるとき相当なんか なんで辞めたんだって俺に聞かないで。いやいや、なんで阻止できなかったか、ね、ただ、僕はその土井さんがなぜロボットに変えたかっていうのを十分は理解しないと思うんですけど、土井さんが今求められている風呂とかね、人間の心とかあり方っていうのを一番こう具体的に体現できるのは人を通してその研究会でやるというのもあるけど、ロボットっていうのは人の似姿ですよね。コンピューター自体が人の脳をこう探求するためにもともとチューリングなんか作ったと思うんですけど、だから土井さんの理想を、その塾を介して広めるというのもあるでしょうけど、家電とかね、広い意味でその鷲見さんがやってる家電っていうのも、もうロボットの延長っていうか、もともとロボットに しようっていう発想の字なんかのから持ってたみたいですけども、だからそういうのを具体的なハードウェアとかソフトウェアとして、製品を通してネットワークを介してっていうのをやはり目指されて、アイボとかキュリオとかね、ああいうものをそういうのちゃう理想の中にそのロボットはどういうふうに位置づけられていたのかなと。もし22世紀のソニーさんの金があるとすると、そういうのはやっぱりフローを教えるとかね、コントロールできるとか、そういうような
いわゆる便利だとかこの方が時間が短いとか効率がいいとかねっていう簡単に楽しいとかっていうもんではないと思うんですけど、そこら辺の理想とかまあロボットだけではないと思うんですけど、その製品を作られているソニーさんとの関係において、あの土井さんが考えられたことをちょっとお考えがあればお聞かせいただきたいと思ったんです。あの僕自身はシンギュラリティみたいなのことには、あの全然なんていうのしか、あのクーツワイルはあの、昔ね、この関係者ね、僕があのデジタルシンセサイザーやってた時にあいつに負けたんだよね。僕はあのハービー・ハンコックなんかを動員して結構音作りをこうやってたんだけども、あいつはまだ 1kbのラムもない頃にサンプリングシンセサイザー作りやがって、でそれが結局世の中の主流になったんだよね。だからいっぺん負けてるから悔しいんだけどもでもあいつの言ってることはデタラメだと思う。あいつはだからその技術はある程度分かってるけれども、あの人間のこと知らないと思う。だからああいうあのとんでも話を出して世の中惑わせてるんだけれども、基本的に動物のコンピューティング、人間も含めてね、動物のコンピューティングとフォン・ノイマン型のコンピューティングは全く異質のもんだと思います。でこれはあのインテリジェンス・ダイナミクスというあの学術書があの3冊出てますけど、それにはっきり書いてますけれども、あのどんなにフォン・ノイマン型のコンピューターが発達しても生物的なコンピューティングはできないと思う。量子コンピューターが出てくるとちょっとその辺があの変わってくるだろう。逆に言うと生物はどっかに量子コンピューターを持ってるに違いないと僕は考えてます。で同じことを考えてたのがペンローズで、皇帝の新しい心とか、心の影とかあの素晴らしい本が出て、要するにあのどっかあの彼はまあちょっと その本の前提となっているのが細胞の中のマイクロチューブリンがその量子状態を作っているという過程で書いてあるけど、それはちょっと違うかもしれないけれども、でも要するに生物というのは量子コンピューティングをやってる、やってないと今の生物の能力は説明できないっていうのは彼があのちゃんと言ってます。その辺ちょっとお読みになるとあの面白いかもしれない。ちょっと僕も難しくて分かりませんでしたあの量子状態が破れるのことがあるわけだよね。量子状態が破れた状態が、量子状態が破れると初めて意識が出てくるっていうのはペンローズの理論ですけどね。これ結構難しい本だけどむちゃくちゃ面白い。はい、もうちょっと でも野井松さんだからやっぱり、はい、そうですね、うん、すいません、テイさんどうもありがとうございます。今日フローという話を聞きまして、はい、まさにですね、これ今私がなってるのかなって今回来て本当に思いました。実はあの何名かの方はご存知だと思いますけれども、私の会社は株式会社アファンと申しまして、今 iVo の旧型を直してます、まあ、テレビもよく出させてもらってるんですけれども、で、今日もちょっとソニーの広報ともちょっと相談をしてきたんですが、動きません。ソニーはあれだけの大きな会社になった。だけど私は諦めません。あちらからこちらからですね、押したり引いたりしながらそれをやってます。だからフローになるにはどうするかというのは、まずは諦めないことです。道は必ずあるというのは私の座右の銘です。これを徹底的にやっていく。で今回もですね、これあの木の星だからちょっと去年出たんですけど、よみがえれ iPhone、 これでですね、私はソニーに結構叩きました。早く作りなさいと、先輩がこれだけのもの作ったんだよという話をしっかりさせていただきました。まあ、あのたまたま天気さんもそうなんですけども、11月の1日の発表前に私のところにやっぱりお声をかけていただいて、ソニーから
実は発表しますというようなアナウンスがあって、ちょっと嬉しいところがありました。だけどまだまだ諦めません。私は求愛母も彼らのところでやっぱりサポートできるような環境までしなさい。だって基本的に兄弟があって、こっちの兄弟はサポートします、こっちの兄弟はサポートしませんってありますか？常識で考えてくださいというのが私のソミに対してのメッセージです。まあ、こんなことをやってますので、もし何かありましたら、フローに入りたいんだったら私を助けてください。いつでもフローに入りますのでよろしくお願いします。はい、すみません、どうもありがとうございました。ありがとうございました。時間になってしまいました。はい、はい、天下さんの話をもっと聞いていただくには、さっきの天下塾、これもちょっと結構高いんですけど、天下塾にお越しいただくか、フロートトピックネットワークというところで、毎月のようにナイトサイエンスで瞑想であるとか、あと、断食の指導もなさっているので、断食とかもあります。そういうところにでもまた行っていただき、あと心の旅、日本列島の心の旅は映画も作ろうとしています。祈りの旅、ごめんなさい、祈りの旅は、うん、でクラウドファンディングの話ちょっとして、祈りの旅の方は今映画を作ろうということになっていて、そこにいろいろと矢崎さんにお願いして、クラウドファンディングも始めました。ぜひ参加して映画にも出演していただけるといいなと思いますので、ご検討いただければと思います。ごめん、さっきしゃべろうとして途中で終わっちゃったんだけども、結局あまりにもその封印されてる場所が多いから、僕とかアシリラとか生きてる間に全部終わらねえと。でその次の世代に引き継ぐために映画を作ってるんですよ。で映画作るには金がかかるから、クラウドファンディング今日たまたまオープンだそうです。ぜひ皆さん寄付をお願いします。はい、どうもありがとうございました。